プロ野球12球団2024監督年俸ランキング。日本一になっても監督は上がらないのか。大した差じゃないだろうし、一律1億は上げたらよいのに。順位関係ないのはモチベーション上がらんな。2年連続最下位の監督と3年連続優勝した監督と給料一緒なんやね。中島と新庄が一緒なのは草。ドンデンとタッツもだろ。阿部ちゃん1年目で1億5000万ってすごいな。阿部1年目なのにそんなにもらえるのか。巨人金あるな。阿部なんも実績もないのに初年度から高すぎやない。話題性も含めて1億5000万。読売の監督はメディア対応で求められる仕事量がたと全然ちゃうからな。阪神と折は特別ボーナスありそう。岡田監督もっともらってるでしょ。本年にはグッズ収入があるから。岡田監督って3個の0レベルで迎え入れてるはずなのに安すぎないか。ドンと中島、安すぎやろ。中島監督5億くらいもらってても良い気がする。中島監督にはボーナス必要だよ。3連覇の監督、優勝経験のある監督が安すぎる。中島監督は現役時代より稼いでそう。去年あれで高津はもらいすぎ。立浪の1億は割に合わん。立浪3000万ぐらいやろ。事件からの3度バック料と考えればこんなもんやろ。注目されてるし。新庄再開チーム監督で1億はもらいすぎ。なんで新庄この値段なんだよ。試合に勝てるようになってからにしてほしい。石井さんもっと上げてほしい。新井のコスパよ。新井さんも安い。さすがに今の4000万はなめぷ。今応援したくなるな。結果出したら上げてほしいね。楽天低すぎやろ。草三木谷の監督に対するリスペクトが感じられる。もし前監督の采配や運用に疑問を持った時は毎回ここに帰って同情するようにしていきたい。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。